新週報は最後になります。クリソベリルでございます。本日は音無先生がお見えになっております。音無先生にもご挨拶いただきます。音無先生は林間ビクトリーカンパニーミッキーアイルとトースタリオンに多数、両馬を送り込んでいただいております。皆さんこんにちは、調教師の音無です。よろしくお願いいたします。ご覧いただきますようにクリソベリルは、雄大な馬角をしておりまして、レースにおいても540キロから550キロで出走しておりました。現役の頃からすごく取り扱いのしやすい馬でございまして、ご覧のように、おとなしく、デビューから6連勝で G1 のチャンピオンズカップを制しております。その後も帝王賞、そして JBC クラシックを勝ちました。まだまだこれから成長途上であると思っていましたが、私も心半ばでこの度引退することになったので、寂しいんですけども、ただ十分な余力を残したままのスタッドインですので、3区にこれからスピードとパワーをそのまま受け継いでくれたらいいなと思っております。私が管理したクリソライトは、ダートの中距離馬でございました。そして全ノロブロイの3区のリアファルはダート芝の二刀流でございました。さらに、マリアライトはディープインパクト3区で、芝の G1 を2勝しております。こういう感じから母のクリソプレイズはカテゴリーに限定されない強みを持った名繁殖牝馬ではないかなと思います。これからはクリソベリルのような、ポテンシャルの高い2世が誕生することを願っております。どうか今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本馬は体高168センチ、下位 22.0、 脅威194センチとございます。昨年10月17日に到着しております。2019年 JRA 最優秀ダートホース、2020年 NAR グランプリダートグレート競争特別賞を受賞しております。ノーザンファーム生産で、馬主は有限会社キャロットファーム様でございます。立東音無秀隆厩舎に入厩、11戦8勝、賞金は3億8000万プラス50万ドルになっております。本馬は2歳9月阪神新馬、ダートデビュー勝ち、7馬身でデビュー勝ちしております。快進撃が続きまして、3歳になって3月500万下 7馬身、5月兵庫チャンピオンシップ5馬身、7月のジャパンダートダービー3馬身とあっさりと、G1 制覇をしております。9月になって小馬との対決は、日本テレビ杯、4馬身差で、勝っております。12月にチャンピオンズカップ、ゴールドドリーム、インティ、チュアウィザード、オメガパフュームらを相手にデビュー6連勝でダート界の頂点に立っております。無敗でのチャンピオンズカップ制覇は史上初ということでございます。早速4歳になりまして国外へ、目を向けまして、サウジカップは7着、ドバイワールドカップは遠征するも、中止ということで帰国しております。6月になりまして帝王賞、11月の JBC クラシックと G1 を連勝して G1 タイトル4つを獲得し、国内敵なしの印象をつけております。5歳は脚部不安により一戦のみで引退してしまいました。父はゴールドアリュール JRA NAR のダートチャンピオンサイヤーで、現在14世代がレースをしておりまして、勝ち上がり率はなんと 78.0%、ディープインパクト、サンデーサイレンスを上回る、好成績でございます。
勢力が拡大しておりまして、守護馬になったスマートファルコン、エスポアルシチ、コバノリッキー、ゴールドドリームなど人気守護馬として君臨して父兄を伸ばしております。母クリソプレーズは23戦3勝、3区7頭が勝ち馬、先ほど先生が申しておられましたが、優秀な繁殖成績でクリソライト、マリアライトなどの G1 ウィーナー、さらにリアファルンを含めまして、本馬と、4頭の、重賞勝ち馬を兄弟がおります。兄弟系の、JRA は、総計が34勝、賞金は15億円を超える賞金を稼いでおります。母の前提は2006年ジャパンカップダート、勝ち馬ダートチャンピオンのアロンダイト、母の姉の子には、現在現役活躍中のダンピュライト、AGAC 杯や京都記念を勝っている芝の長距離ヒッターでございます。ダート界の中では抜群の瞬発力と反応の良さを見せておりました。曽祖父4頭の守護馬を見ますと、ヘイロー、ヌレイエフ、キングマンボ、リパーマ、そして三大坊は、リーガルエセプションという1972年のアイランドオークスに勝って、イギリスオークスも2着馬ということで、後輩相手によってはダート芝距離のどのカテゴリーでもチャンピオンを出せる可能性があると思います。ゴールドアリュール、エルコンドルパサ、非凡な能力を伝える配合をしていただいて、1年目から大物を作ってほしいと思います。本馬は2月10日が誕生日ということで、ございますが、まあ、偶然かは分かりませんが、本馬の名前クリソベルルという宝石は、2月に、誕生石と2月の誕生石と、去年認定されたそうです。クリソベリルの輝きを、ぜひ3区の中にたくさん、散りばめていただいて、名馬を、作成していただきたいと思います。ダートバーに、のダートバーということでは300万円という種付け料でスタートはやや高額だというイメージもございますが、生産者の方、ダート適性のある馬の市場が大きくなっておりまして、早速万口現在200頭を超える後輩になるのではないかと思っております。一頭一頭丁寧な種付けをして、たくさんの産駒が生まれるようにスタッフ一同頑張りたいと思っております。どうもありがとうございました。クリソベルルでございました。